ちょっとこれね1週間ごとしか来ないのでね、神社新報ちょっとついてる日付よりはちょっと前の話題になりますけども、天皇陛下が種もみをおまきになったというね、これ大きな写真入りで大きな記事になってますので、これはちょっとですね、確認しておきたいと思います。天皇陛下が種もみ、お種まきでございます。大御心を継がせられと書いてありますよね。大御心、はい、白に朗読してもらおうっていう前回ほとんど読むの不能なやつをですね、あえて振ってしまいましたからね。はい、読んできます。天皇陛下には4月14日皇居内にある生物学研究所脇の稲城でご即位後初めてとなる種もみのお手巻きを行われた。晴天の下で時折強い風が吹く中を陛下には午後3時ごろ灰色のジャンパーに紺色のズボン姿で出漁、うるち米の日本まさりとうるち米の満月餅の種を30センチ四方で囲まれた稲城2箇所ずつにそれぞれ丁寧にお手巻きになられた。この度陛下がお手巻きされた種もみは昨年4月に上皇陛下がまかれ、近所陛下が5月にお田植え、9月にお稲刈りをされた稲穂と昨年宮内庁管理部庭園課が生産した稲穂からそれぞれ収穫されたもの、平成31年に上皇陛下がなされた、ご飯酒では御自らお育てになられた20年分の稲から採取されたそれぞれ平成1号から20号までの、種もみが用いられていた。天皇陛下が御自ら稲作をなさる例は昭和2年に昭和天皇がお開きになられ、大御心を継がれた上皇陛下には身を代わり後の平成2年にお手図から、藩主される神霊を開かれており、金城陛下にもこの度継承された。はい、まだあるな。秋に収穫される稲は平成の御代では10月に伊勢の神宮で再興される神鍋祭に寝付きのまま建て祀られ、11月の宮中新華殿での新嘗祭にも建て祀られてきた。昨年は大嘗祭が再興されたことから新嘗祭は鳥の行われず、新嘗祭のみに建て祀られているということでございますはい、でこれね、天皇陛下のこのね、なぜこのね種もみをおまきになったということで、また5月になるとお田植えもありますよ。これなぜこれなさってるのかということですけども、おいしいご飯を自分で無農薬で作ろうとかいう話ではないんですね。これ陛下が召し上がりになるためのものではなくて、もちろん天皇陛下お召し上がりになるんですけど、それが目的ではなくて、目的は神様に差し上げるのが目的でございます。具体的に言うと、今最後の方で読みましたけれども、伊勢の神宮で10月に行われる神嘗祭、そして皇居で11月に行われる新嘗祭ですね、そこで天皇陛下自らお手巻きをなさり、お田植えをなさり、お稲刈りをなさった、それを神様に差し上げるわけなんです。で、神様に差し上げたら、これお祭り終わるときにお下がりで下がってきますから、これをお召し上がりになるわけですね。そしてその時に神の息吹をですね、陛下がこの、体の中に取り込んでらっしゃるということになるわけなんです。で、これいつもね、この話するとき私解説するんですけども、これね、天皇陛下といえばそれは五穀豊穣を祈るご存在、祈るな五穀豊穣じゃないですけどもね、平和であり人々が幸せでありますように、そしてちゃんとね、天候に恵まれてお米が五穀が実りますように、こういうのはですね、歴代天皇の祈りの非常に重要な柱になるわけなんですけども、でそのね、もうね、だいたい日本中の神社の祭り祭祀というのはもうそれこそ田植えから始まって稲刈りまで、これに合わせてですね、お祭りが組まれていて、秋祭りが一番ね、分かりやすいですけども、収穫があって秋祭りなわけですよ。ですから、陛下自らですね、五穀豊穣をお祈りになるわけなんですけども、ただこれまではですね、大正天皇までは
もう2000年以上ですよ、大正天皇まではよそから持ってきたお米を天皇陛下が、ね、神様に差し上げてたわけですよね。これ違うだろうというのに気づいたのが昭和天皇ですよ。昭和天皇、昭和2年ですから、まだお若い時ですよ。お若くしてね、ご即位になりましたからね、昭和天皇は、まあ、植物学者であられたということもあるのかもしれません、まあ、動物学者でもあり植物学者でもあったんですけども、いやいや、だったら自分で田植えして自分で稲刈りすれば、これは間違いのないお米を神様に差し上げられますよね。だから買ってきた米だとまあ大丈夫だとは思うけども、万が一ってことはありますよね。ヒキシーとか言ってね、ツバとか飛んだやつとかまあイカとか言って入ってたりするかもしれないじゃないですか。まあないとは思いますけどもね。でもご自分でなさってたらそれはないわけですから、はい、無農薬って書いてあっても実は農薬使ってましたとかね、ないとは思うけど、わかんないじゃないですか。自分でなさってたらそこ農薬入るわけないんだから。だから、まあね、そういう神様に差し上げるお米として間違いのないもの、しかも自分で育てたね、稲から取ったお米ですから、それはね、どうでしょう神様みたいな感じでやっぱ丁寧になるじゃないですか。で、神様からしたらですね、買ってきたものをハイハイとあげるのと、自分で育てたお米をね、丁寧にあげるのでは、やっぱ神様からしたら、そらどっちが好感持てますかといったらさ、丁寧にお祭りしてる方が好感持てますよね。で、昭和天皇はお田植えからなさったんですけども、上皇陛下はさらに進化をなさいまして、種もみをおまきになるところから始めたんですよね。で、まあ、でも種もみをまくところからもうなさってたら、もうそれより前の段階はもうないですからね。まあ、天皇陛下はその大御心って書いてありますけども、お父様のお考えをですね、お引き継ぎになってですね、種もみをおまきになり、そして5月にはお田植えをなさるということでございます。はい、そうですね、まあね、もしかしたら種も、まあそうですね、次の年の種もみを準備するところとかもしかしたらなさるかもしれませんけどね。まあ私昭和天皇から始まったって知らなかったんですよ。そんなもん平安時代とかね、飛鳥時代からやってると思ってたんですよ。で、昭和天皇がお始めになったって聞いた時にはぁと思いましたよ。それより前の天皇何やってたんだみたいな。思ったでしょ。先生から初めて聞いたんですよ。ああ、僕はね、初めて行った。はい。そう。それまでの天皇何やってたと思った。そうそうそう。まあ、恐れ多いですけどもね。で、その違和感に気づいたのが昭和天皇だったわけだから。これ自分でやんなきゃダメだと思ったわけでしょうね。実に鋭いなと思いましたけどもね。だからこうやって伝統って作られるんですよ。ね、だから何でもかんでも古いことをね、ただ守ってりいいってわけじゃなくって、こうやって、あれ、なんか足りないぞとかね、なんか余分だぞとかね、そういう風にしてですね、足りないものをしっかりと入れ込んでですね、余分なもの外してもいいかもしれない、そういう風にして、伝統文化というのは変化しながらですね、進化していくものなんですよ。はい、ということで、いつもは上皇陛下ですけど見てください。はい、今年からですね、天皇陛下、実にまあこれ神々しいというのが、しっくりきますかね。まあ凛々しいとかかっこいいとかいろいろありますけども、なんかねえ、神々しいですよね。もう神事の一環ですからね、これはね、神様に差し上げるためのお米をこのようにですね、天皇陛下がを自ら、お田植えじゃない、この時は お種、種もみをおまきになるというところからですね、なさってらっしゃるということですね。実になんかあの殺伐とした時代ではありますけども、ありがたいなというふうに、思えた次第でございます。あ、スーツではないんだ。私は田植えスーツでやりますけど天皇陛下はちゃんとね、作業服をですね、着てらっしゃいます。はい、まあ、皇居勤労方針に行きますとね、このね、天皇陛下が、ここら辺で、私ども作業しましたね、まあ、こうお田植えをなさるところをですね、お掃除する機会もあります。